スズガイルカボンビナトリガエはカエルのトガの一つ。体は平たく、覆面は鮮やかな色をしている。皮膚には強い毒を持つ。バーバーラ属とスズガイル属の二属を含む。スズガイル属はイボのある水星のカエルで体長7センチメートル程度になる。覆面は明るい色をしており、刺激を受けると背と肢を反らせ、その色を見せつける。 これは捕食者に対する警告と見られる。通常のカエルは息を吐き出す時に鳴き声を発するが、この属の一部の種では、吸う時に鳴き声を発するものがある。色素のある卵を池などの水中に産む。スズガエル属がユーラシア大陸で見られるのに対し、バーバーラ属はフィリピンとボルネオ島に分布する。スズガエル属よりも地味な体色で、水かきのある指跡を持つ。 オタマジャクシは知られていない。かつてこの属は、スズガエル族と耳ナシガエル族の中間的な属だとみなされていたが、スズガエル族の方に近縁であることが明らかになっている。耳ナシガエル族は耳ナシガエル家として分離されている。先進予と後進予の地層から、スズガエル族の化石が産出している。バーバーラ族の化石は知られていない。二族十種が属する。 次のような系統順が得られている。ありがとうございます。